お笑い芸人歌がうまい王座決定戦スペシャル。お笑い芸人歌がうまい王座決定戦スペシャル。お笑い芸人、うん、歌がうまい王座決定戦スペシャルは、フジテレビ系列で2005年から、ゴールデンタイムプライムタイム、JST 不定期放送されている、カラオケ番組である。通称、歌うま、歌う、ま王座、歌がうまい王座決定戦。字幕放送、2007年12月4日放送から、 ハイビジョン制作。なお、2008年より放送のオールスター芸能人歌がうまい、大座決定戦スペシャルに関しても記載する。2005年から2013年までは春、夏、秋、冬のそれぞれに、年4回、2015年から2016年までは、年1回不定期放送されていた。番組タイトルロゴ名表記の色は、同局で不定期放送されている、モノマネ番組。 爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦スペシャルの兄弟番組として2005年に放送開始した。人気のお笑い芸人の中で誰が一番かがうまいかをトーナメント形式で競う。番組名でお笑い芸人と名打っているものの芸人ではない出場者も多数いる。当番組は2004年の FNS27 時間テレビの FNS27 時間テレビメチャを着てる。 楽しくなければテレビじゃないじゃん。において、早朝のコーナーとして放送された、ザ・ココイチ展、人が真剣に歌を披露する企画から派生した番組である。番組収録は、ほぼ1日中行われており、大体で朝から夜までの長時間かけて収録されている。番組最高平均視聴率は、2009年10月30日放送の20.3%で、 2008年からは、従来の、お笑い芸人かがうまい王座決定戦スペシャルとは、異なる、お笑い芸人を含め、タレント、歌手、アイドル、俳優、女優、アスリート、落語家、キャスターなどの芸能人の馬王者を決定する、オールスター芸能人歌がうまい、王座決定戦スペシャルが、毎年1回、10月下旬、11月上旬に放送されていた。放送時間は、 従来のお笑い芸人化がうまい大座決定戦スペシャルの2時間の倍の4時間に拡大されて放送されていた。2012年10月19日の放送ではお笑い芸人大会、女性限定大会、男性限定大でそれぞれの大会で活躍した芸能人が一堂に会した。なお、2012年の放送を最後に2013年以降は放送されていない。 2011年1月1日には、新春オールスター歌がうまい大座決定戦スペシャルと、題して、当番組史上初となる元日に放送された。ちなみに、同年12月31日には、兄弟番組、大晦日は、〇〇も森、爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦祭りだ祭りだ、スペシャルが放送された。 2011年より従来のお笑い芸人の大会が夏のみ放送となり、春には女性芸能人のみで競う女性限定大会や男性芸能人のみで競う男性限定大会が放送された。他ではチャンピオン大会や総集編の VTR 大会など上記のオールスター芸能人の大会を含めて様々な特別編が放送された。 2013年7月2日、火曜日19時21時54分に放送された、歌がうまい王座決定戦チャンピオン大会を最後に、2013年秋、以降から放送がなくなっていたが、2015年7月17日、金曜日21時22時52分には、今夜復活。歌がうまい王座決定戦と題して、約2年ぶりに復活した。なお、司会は、 番組開始から約8年にわたり、クリームシチューが担当していたが、ヒロミと小島ルリコへバトンタッチした。また、兄弟番組、爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦スペシャルのスタジオを流用している。2016年1月1日、金曜日18時21時には、新春格主芸大会の後継番組として、調合かかうま正月 SP18 番で勝負。 新春、オールスター対抗家合戦と題して、2011年1月1日放送の、新春オールスター歌がうまい王座決定戦スペシャル、以来の5年ぶりに元日に放送された。また、同軍と西軍に分かれて競う、当番組史上初のチーム対抗戦で行われた。なお、司会は、前回の2015年7月17日放送の、今夜復活。 歌が上手い王座決定戦と同様の広見、小島瑠璃子が引き続き担当したが、この回では、小倉智明、加藤綾子も追加された。2016年5月20日、金曜日21時10分23時2分には、元日放送の、超豪華カウマ正月 SP18 番で勝負。新春、オールスター対効果が視線を除き、約1年ぶりに、 通常のトーナメント戦の歌がうまい王座上戦が復活第2弾として放送された。しかし、この回を最後に2017年以降は再び放送が途絶えている。1回戦 A ブロック B ブロック、2回戦 A ブロック B ブロック、準決勝 A ブロック B ブロック、決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック、2回戦 A ブロック B ブロック、準決勝 A ブロック B ブロック、 決勝戦一回戦 A ブロック B ブロック二回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック決勝戦一回戦 A ブロック B ブロック二回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック2回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック決勝1回戦 A ブロック B ブロック 二回戦 A ブロック B ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック。決勝一回戦 A ブロック B ブロック。二回戦 A ブロック B ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック。決勝一回戦 A ブロック B ブロック。二回戦 A ブロック B ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック。決勝戦一回戦 A ブロック B ブロック。 二回戦 A ブロック B ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック。決勝戦一回戦 A ブロック B ブロック。二回戦 A ブロック B ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック。決勝戦一回戦 A ブロック B ブロック。二回戦 A ブロック B ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック。決勝戦一回戦 A ブロック。B ブロック二回戦 A ブロック。B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック。 決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック2回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック C ブロック2回戦 A ブロック B ブロック C ブロック準決勝 A ブロック B ブロック C ブロック決勝1回戦 A ブロック B ブロック2回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック 決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック2回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック二回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック C ブロック二回戦 A ブロック B ブロック C ブロック準決勝 A ブロック B ブロック C ブロック 決勝戦、一回戦、二回戦、準決勝、決勝戦、一回戦、A ブロック B ブロック。二回戦、A ブロック B ブロック。準決勝、A ブロック B ブロック。決勝戦、一回戦、A ブロック B ブロック。二回戦、A ブロック B ブロック。準決勝、A ブロック B ブロック。決勝戦、一回戦、A ブロック B ブロック。二回戦、A ブロック B ブロック。準決勝、A ブロック B ブロック。 決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック C ブロック2回戦 A ブロック B ブロック C ブロック A ブロック B ブロック C ブロック1回戦 A ブロック B ブロック2回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック2回戦 A ブロック B ブロック準決勝 A ブロック B ブロック決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック B ブロック A ブロック B ブロック1回戦 A ブロック B ブロック B ブロック A ブロック B ブロック1回戦 A ブロック B ブロック C ブロック2回戦 A ブロック B ブロック C ブロック準決勝 A ブロック B ブロック C ブロック決勝戦1回戦2回戦 B ブロック準決勝 B ブロック決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック2回戦 A ブロック B ブロック 準決勝 A ブロック B ブロック。決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック。2回戦 A ブロック B ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック。決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック。2回戦 A ブロック B ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック。決勝戦1回戦 A ブロック B ブロック C ブロック。2回戦 A ブロック B ブロック C ブロック。準決勝 A ブロック B ブロック C ブロック。 決勝戦、一回戦、C ブロック、D ブロック、回ブロック、準決勝、C ブロック、D ブロック、回ブロック、決勝ラウンド、一回戦、A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロック、カズオ、準決勝、A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロック、決勝ラウンド、一回戦、A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロック、 準決勝 A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロック、決勝ラウンド、2012年5月30日にポニーキャニオンから、同番組の出演者から選ばれたメンバーが歌う、コンピレーションアルバム、歌がうまい王座決定戦コンピレーション歌うま7、人集が発売された。楽曲は、それぞれが番組内で披露したもので、男性、女性の曲を1曲ずつカバーしている。 東京、大阪、愛知で発売イベントが行われた CD、ジサネットの青森テレビ。青森テレビ以外は、フジネットワークやカスペを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。